みさん入って髪型とすると全然雰囲気違うんですよ。そうです、まっちゃんです。かんだま、まっちゃん。これ、可愛いですね、帽子が。あ、全然全然、むしろわがまま言っちゃってすよ。そんな緊張してるんですか。静止画だから。おすすめショットあります。おすすめショットですか。あ、ダメ、正面はちょっと恥ずかしい。これマジでモデルの人のメイキングみたいな映像になってます。あ、本当ですか。うん、あ、かっこいい。結構かっこいい。お、いい。自分じゃないみたい。すげえいい感じ。はい、OK です。ありがとうございます。お疲れ様でした。どうですか。可愛くないですか。完全に自分が私服できるためのグッズを作らせていただきました。これ僕あの今回個人的にすごい好きなのはニコちゃんマークなんですよ。可愛いですよね。ということで、はい、ちょっと急な形で。そうです。こんばんは、神玉です。この度、神玉グッズ第2弾が、発売となります。発売となりますと言っておきながら、この動画をアップした頃には受注が始まっております。時差が生まれてしまい申し訳ございません。前回、サンプルって書かれたトレーナーを神玉ソロ曲の記念ということで作らせていただきました。今回はですね、前回作った時に、まあ、キャップが欲しいだったり、T シャツが欲しいだったり、あとはその問い合わせ、SNS 上の問い合わせのメールアドレスが、まあ、マネージャーさんに繋がってるやつなんですけれども、そういうところでも、グッズまた作らないですかっていうお声とかをいただいてまして、マネージャーさんがですね、まあ、裏でちょいちょい進めてまして、でこの間先月ですね落とし込みがされ、まあ、作ろうかなということで作りました。話を聞いた時は、まあ、ちょっとネガティブだったんですけれども、実際に作り出すってなったら、まあ、中途半端にはやってられないので、本気で作りたいものを、自分が着たいものを作ることにしました。他の動画でも言ってるんですけれども、私自身服に関しては失礼、服に関しては消費者でいたいんですよ、ずっと。だからアパレルブランドをやるとかっていうのは一切頭になくって、だからグッズを作る、その前回で言うと歌の記念で、今回じゃあなんでグッズ作るっていう、私はその位置づけをどうしても欲しくって、マネージャーさんにお願いしたのが集まれる会を開きたいというのは言ってあります。というわけでまあ、イベント今年年内に行いたいんですけれども、 T シャツを着ていける場所を私も提供して、お時間がある方で集まってみんなで、まあ、神玉の緩い会をやれたらなと思っております。まあ、そんな理想もありながらの今回のグッズ制作でございます。サンプル T シャツとサンプルキャップを作りました。前半の動画で見ていただいた通りわかると思うんですけれども、サンプルって書かれたキャップです。普通の形のキャップ、こうちょこんってかぶって潰してもらってかぶったら可愛いかな。これはもうワンサイズなんですけど、ここで調整ができるので、お好きな大きさにやってもらえたらと思います。キャップこれだったらもう一年中使えるじゃない。あら、まずキャップを1個作りました。でもう1個が T シャツですね。
サンプル T シャツ、こちらでございます。これはですね、前回のサンプルトレーナー同様、ちょっとこれ修正前でちょっと文字が下なんですけれども、まあ胃のあたりにサンプルという文字を持ってきました。女性の方たちインしたりして着るじゃないですか。そのインした時にサンプルは見える位置に持ってこようとしております。後ろはサンプルが読めなくなってる感じでございます。そうで、ポイントとしてはこう前回ニコちゃんマークをね、袖のとこにつけたんですけれども、 T シャツなんでここにつけました。しかもそんな目立たないやつで普段使いやすいようにしました。あと前回からの違いとしては、サンプルって文字が前回ちょっと可愛すぎちゃったので、今回はスタイリッシュな感じになるように結構スクエア型の文字を選びました。で、この T シャツが、白と黒で用意しました。黒がやっぱりね、しっくりくる感じなんだけど、黒とかね、ここのね、全体的に黒なんだけど、ニコちゃんがさりげなくいる感じかっこいいよね。今これが S ですね。比べてみますとこんな感じで、一回り二回りちょっと大きいのが M サイズですね。なので、サイズの詳細についてはちょっとお手数なんですが、通販サイトで見ていただけると嬉しい限りでございます。なんだけど、まあ155センチ以下の人は S で大丈夫だと思います。オーバーに着たいっていう方は M でもいいかもしれないけど、個人的には S サイズをおすすめします。そのインした時のサンプルの、あの場所だったりね。で、まあ160センチから170センチの女性の方は M サイズで、男性はL と XL みたいな感じがいいと思うんですけれども、あのコメント欄にサイズ悩んでる方いたら、あの体型書いてくれれば、んーっつって何サイズがいいんじゃないですかねっていうのはお答えします。これとか XL 超大きい、今 XL を着てみましょうかね。これが XL です。超でかいでしょ。スタイリッシュに着たい方は L でもいいと思うんですけれども、 S サイズを今着ると S でこんな感じですね。胴が長めの私はお尻が隠れる長さになります。で、サンプルの文字がちょっとこんくらいになるから、インした時もサンプルって見えるみたいな感じでございます。喜んでもらえたら嬉しいんですけれども、あ、ちなみにコーディネート提案としては、まあ、黒スキニーに合わせるのが一番しっくりくると思うんですけれども、女性の方はこういう感じでフリアスカートにインして着るのでも可愛いし、黒スキニーでアウトして着るのでも可愛い。もちろんキャップと合わせても可愛い。完全私の独自の趣味ですが、こんな感じですね。こちらがですね、完全受注生産となっております。期間は今もうこの動画が上がってる時に開始されております。終了が、6月23日の23時59分までで、商品の届けは7月中旬から下旬、まあ夏真っ只中に届くイメージですね。なので、もしよろしければ、イベントも今後、行いますので、購入された方はその際にもしね、買ってイベント来てくれるって方がいたら、ぜひ来てきてください。まあ何よりも、へえ、神田こんなの作ったんだーっつって見ていただけるだけでも十分でございます。本当ね、もう5月の頭くらいかな、中旬前くらいにこの話が来て、そっから本当バーっていろいろね、指示書とか作って打ち合わせ行ってをやって、もうびっくりするスピードでできたんですけれども、まあお伝えするのが遅くなっちゃったし、最近動画更新してないのに、こうやってね、あのグッズの販売だよっていうのだけ動画上げるのもなんか自分の中で腑に落ちないんですけれども、神田間グッズ第2弾出来上がりました。あの気になる方は通販サイトを覗いてみてください。というわけでちょっと告知だけになってしまいましたが終わります。でもビールは飲んでます。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。